はい、じゃあカメラ目線でお願いしますね。はい、あ、そうですね。はい、はい、あ、いいですね。そう、はい、じゃあ胸を、あ、手を胸にちょっとやってみて。あ、そうですね。いいですね。じゃあ顔をちょっと顔に出してみます。はい、あ、いいですね。自己紹介をしてもらいたいんですけど、はい、お名前とスリーサイズ。朝霧あかりです。88、58、85の F カップです。すごいですね、F カップそのウエストで F カップですか足も細いですね自分の一番のセールスポイントは体の中で、どこですかね。うーん、胸ですかね。うん、はい、F カップの。はい。あの見たところあんまり男性に困ってるとかそういう感じのお見受けはしないんですけど、こういうエブ業界ともあんまり縁がなさそうなんですが、どうなんでしょう実際。ん？男性経験は豊富な方ですか。いや、そうでもないと思います。はい。でも困ってはいないんですよね。どうですかね。エチなこと好きですか。まあそうですね、好きか嫌いかって言ったら、はい、やはり好きです。人間ですからね。はい。初体験の話とか。はい、初体験ですか。いくつですか。初体験は18歳の頃ですかね。はい。お相手は先輩とは。どうでした。やっぱちょっと痛かったですけど、まあ、好きな彼だったんで、まあ、そうですね、はい、いつからセックス好きになったんですか。ちょっとね、前傾になってます。昔からまあ嫌いではないですけど、まあ、年を取ることも、重ねてって、なんていうんですかね、こう貪欲になったというか、もっと好きになってきましたかね。体が開発されたってことですかね。そうですかね。